めめこんなもんでいいかな。じゃあいただきます。うめえなあ、やっぱ生姜焼きってうまいよね。いただきます。さてキャベツを切りましょう。おいし、はい、ということでとりあえずキャベツ編作っていきましょう。今日何やるのっていうことなんですが、本日はですね、生姜焼き定食、豚肉の生姜焼き定食の作り方、まあただ単にね、自分がちょっと生姜の効いた生姜焼き食いてるぜみたいなね、感じで作るだけかもしれません。はい、それではですね、キャベツの方ですね、染め付け野菜切っていきましょう。はい、キャベツ線ですね、切り終わったんでね、皿をにね、バッツリーナと乗っけときましょうか。今日はね、2人前換算でいっております。それではですね、次は玉ねぎですね、これをカッティングしてまいりましょう。ネギタミーですね。ネギタミネーターね。まあなきゃ別にね、入れないでもいいんですが、この玉ねぎの甘みがね、牛丼にしろ生姜焼きにしろね、美味しくなるんで、あったらね入れてみた方がよろしいかもしれません。はい、こんな感じで切り終わりました。玉ねぎ中1個分ですね。はい、それではね、これとおニッキーですね、豚ニッキー、本日はね、250g ですね、250g の切り落とし肉ね、これ使いますんで、これ持ってバービーコーナーの方へゴーしましょう。ただいまバービーコーナーの方にやってまいりました。黄金だしですね、黄金だしなかったら今日はね、普通の水で全然 OKOK、ベリー OK ティングでございます。はい、展開一発いたしました。今日は定食ということでね、まあ漬物ね、あれば適当に用意しておいてください。そしてスーピーですね、スーピーと生姜焼き、それからライス、こんな感じでね、まとめて作っていきたいと思っております。まずね、この黄金だしまたは水、これがね沸騰するのをお待ちください。黄金だしですね、または水ね、だいぶ沸騰してきたんで、ここでね、豚ニッキーぶち込みます。でこの豚だいぶでけえな、この切れし、今日も京都でね、これをね、霜降っちゃうっていうかね、まあまあ茹でちゃうみたいな感じ。これでね、スープができます。ちょっと強火にしちゃおうかな。はい、豚ニッキーね、でーけーなこれちょっと大丈夫これ、ちょっとやばいっしょ。はい、そしたらね、向こうのフライピンですね、あれで生姜焼きを作っていくわけなんですがね、アビーリーですね、はい、パッツリーナと敷いていただいて、ネギターミーですね、はい、ネギターミネーターをね、炒めてまいります。はい、ほぼほぼちょっとでかいねこれね、でかいねちょはい、ほぼほぼ火が通ったところでね、ちょっとね、あんまりちょっと硬くなっちゃうと、なんか別容器かなんかにね移しておいてください。しゃぶしゃぶしゃぶ T にしゃぶリーノスですね。はい、こっちはね、ネギターミーですね。バッツンバッツンバッツンネギターミーとね、お願いいたします。いや、ちょっとくっついちゃってるね。はい、それではですね、ほぼほぼ火が通ったんで、通ったね、器の方にね、別容器の方にね、あんまりちょっと硬くなっちゃうんでね、移しておいてください。はい、そしてそしてね、あくっちゃうな、あくあくあくりんこということでね、はい、このあくはね、すくってくださいね。パッツンパッツンパッツンあくりんこですね。はい、それではね、全部すくってしまいましょう。玉ねぎの方ですね、いい感じに炒まったので、これもほぼあくをすくい終わったので、チェンジングフライピン&ベーナイースですね。はい、そうしたらここでね、チャップリーナとね、お肉と玉ねぎね、ガッツンガッツンちょっとですね、こう炒めてまいりましょう。いい香りだねこれ。はい、そうしたらここで、おろし生姜ですね。ガッツリもうほぼほぼ肉火通っちゃってるんでね、たっ
ぷり生姜ですね。ガツンガツンパッカライラと、ガツンガツンパッカリーロスケと、もうすぐ入れる、ガツンガツンと、ガショウですね、入りました。みりんですね、はい、みりんがに、じゅんじゅんと、お醤油ですね、はい、お醤油が1、はい、もうこれで、ね、完成したもん同然です。いや、うまそうじゃねえのこれねえ。はい、そうしたらね、器の方にお肉ですね、もう焼けてるんでね、硬くなっちゃうんで移しておきましょう。でかいんですけどね。はい、2人前ですよ。はい、1人前こんなもんでいいかなね。はい、もう1人前おニッキーですね。はい、こんな感じでよろしいかな。はい、そしたらね、玉ねぎとレーターイーストンですね、このタレをもうちょっと煮詰めてね、ぶっかけます。はい、そしてあちらもベーランスで、これじゃあ向こうに移しますか、一回ね。はい、チェンジザベーラー&フライピンですね。今日はわかめスープでいいんじゃねえみたいな感じで、わかめかめかめわかめめってね、わかめ入りましたよ。そしてこのだし汁ですね、これの量に対しての 1% のお塩、ウェイパーですね、小さじ2ぐらいかな、はい、入れてください。ブラッキーペッピーですね、チュンチュンと、はい、これでね、スープの方はね、完成です。レーターの方も、もうちょい煮詰めるかね。はい、いい感じで煮詰まったんでね、あとはね、この生姜焼きの肉にぶっかけて完成となります。ただいまテーブルの方に、生姜焼き定食ですね、ライス、スープ、最後にねネギ入れさせていただきました。おしんこはしば漬けにさせていただきました。メインのおかずが生姜焼きですね。生姜焼きさ、生姜最後の方にねできるだけ入れた方のが香りがあって美味しいかもしれません。それではねいただいてみましょう。やっぱどう出過ぎじゃないのこれ。マヨネーズ添えさせていただきました。いただきます。でけえんだよなこの肉がね、これだものやばいでしょ、よいしょでけえよ一切れ、うん、でいただきましょう。いただきます。うめえな、やっぱ生姜焼きってうまいよね。いただきます。スープいただきます。ああ、豚だし効いてるわ。これ味噌で溶いたら豚汁できんかもね。シーバー漬けがお口の中さっぱりさせるよ。いただきまーす。玉ねぎの甘みだね。すごい出てるね。今日はチン玉使いましたけどね。いただきます。この生姜焼きのタレが染み込んだキャベツが大好きなんですよね、私ね。これ本当美味しいね。でも、玉ねぎ甘、最高うまいです。はい、ということで本日の最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、豚肉生姜焼き定食の作り方ね、スープも一緒に作っちゃおうぜってことでね、結構ねうまみのあるスープできました。生姜焼きも美味しくできました。本当美味しいんでぜひねやってみてください。そして皆様に一つお願いがございます。動画プロモチベーションを維持するために皆様の後でグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いしましょう。だいぶ暑いので、車の運転特にね夜ね気をつけてください。夕方ね気をつけてくださいよ。それでは失礼いたします。またお会いしましょう。熱射病にもなるなよ。じゃあねー。